どうも、ヌヌです。ロロナのアトリエデラックス、続きを遊んでいきたいと思います。どうしようかな。とりあえず王国依頼が更新されたので、これをまあやっていきたいと思うんですけど、とりあえず実家巡って。お、ロロナ、ちょうどいいところに帰ってきたな。ほら、この間の旅行の土産だ。旅行の土産が獣臭いぞ。レスティさん。あ、ロロナちゃん、この間はありがとう。おかげでイベントすっごく盛り上がったわ。あ、いえ、どういたしまして。でも無理やり参加させるのはもうやめてくださいね。あら、どうして？ロロナちゃんだってノリノリだったじゃない。ちゃっかり優勝までしちゃって。よっ、キャベツ娘。それはやめてくださいってば。来年の王国祭も何かやると思うから、その時はまたよろしくね。あ、そうそう、はい、これあげるわ。食材の種、これは。そうね、キャベツ祭りの副産物ってどこかしら。キャベツ祭りで使うためにキャベツの種をたくさん用意したんだけど、それがすごい量だったのよ。それで何の手違いか、キャベツ以外の種もいろいろ混ざっていたのよ。それらが山ほど余ってるから参加賞として配ってるの。何が入るかはわからないけど、よかったら使ってみて。面白そう。早速植えてみようかな。家庭菜園って前あったか。収穫しなかったアイテムは種に戻るんだ。種を拾った時にレシピも手に入る。特性もつけられるんだ。近くの森にヤクトウルフってのが湧いてるらしいから行ってみようか。あ、なんだろうこの曲。こんな森の中で向こうの方から。あの人が弾いてるのかな。綺麗な音。お客さんがいなくなっちゃったな。あの、ごめんなさい。邪魔するつもりじゃなかったんですけど。お、これはこれは。気にしなくていいよ。僕の音楽は動物たちのためにあるんじゃない。君のように愛らしく可憐な少女に聞かせるためにあるんだから。もちろんだよ。君は気づいてないのかい？自分自身の魅力に。なあ、その、私なんて全然あのチンチクリンで。ああ、うつむかないで。もっと君の顔を眺めていたいんだ。うん、面白い反応をするかな。私、仕事の途中なんで失礼します。ああ、待って、聞きたいことがあるんだ。女の子がこんな場所にいるってことは、もうアーランドの町は近いのかな。はい、向こうの方に歩いていけばそのうち
そっか、ありがとう。小さい頃に住んでたんだけど、久しぶりだからすっかり道を忘れちゃったね。君はアーランドに住んでいるのかな？はい、私、町で錬金術のアトリエやってるんです。それで、また会えるといいね。運命的な再会を期待してるよ。愛らしいお嬢さん。ああ、また愛らしいって。恥ずかしかった。変な人だったの、私が。愛らしいなんて。ちょっとだけ嬉しかったりして。といけない、私も仕事に戻らないと。ウーソンズのとこかな。あれかな。あっちどうやって行くんだ。これいける？それ出てきた。ああやべ、痛い。ごめん、キャベツ祭りで仲間。痛い、まずやられちゃう。逃げれない？逃げれるよね。仲間連れてくるの忘れた。帰ってきたか、この放蕩息子が。なんだ、まだ元気そうじゃない。わざわざ呼びつけるからくたばる寸前なのかと期待してたんだけど。お前こそよくものたれ死なずにいたものだな。楽に連絡もよくさず10年近くもフラフラしよって。はいはい、そこまで。説教するために呼び戻したわけじゃないんでしょ？そうだったな。一つお前に仕事を手伝わせてやろうと思ってな。仕事ね。少しだけ期待してたんだけどな。ん？何か言ったか？別に。で、仕事って何さ。言っとくけど、つまらないお役所仕事なんてお断りだよ。その程度ならわざわざお前に頼まん。この町に顔見知りのいないお前にうってつけの仕事だ。あの目障りなアトリエを潰すためのな。アトリエ、一応聞くだけ聞いてみようかな。仲間連れて行くの忘れちゃったね。依頼のほ君か。一緒に。ちょうど。これくらい。これ。ついでに依頼もこなしておいて、渡せるものがあれば。また。片方も見ちゃった。まあいいや、こっちも。出ないし、ちょっと探索もしておきたいし。結局来ちゃったけど、大丈夫だよね。師匠の言うことだもん。嘘に決まってるよね。半分嘘で半分嘘じゃないね。早く終わらせて帰ろうと。よそ見してるなんて余裕ね。このままじゃやられちゃう。
これでも食らえ。よし、チャンス。かわ、これくらいできて当然ね。まだまだ育つわよ。やっぱエスティさんはね、いいね。タッパがいっぱいいるんだけど。えい、やあ。よそ見してるなんて余裕ね。このままじゃやられちゃう。これくらいできて当然ね。経験値多いね。ウェルト。気のせいだよね。早く行こうと。